出来たてのポップコーンはいかが？どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。見て見て、面白いでしょこれ。どんどんポップコーンが作られていくよ。そんなことよりお前、強制的にバスから降ろされてただろ。聞く？どうせまた SNS とか見てて、集中してなかったんだろ。ごめん、でもちょうどロンリーロッジやるから。そこまで悪くないわね。あ、ジップラインに敵が。これは、射的みたいなもんね。景品取るつもりで行くわよ。残念、外れたね。お嬢ちゃん、500円だぜ。ちゃっかりお金取ろうとしないで。ま、夏祭りのシーズンなんだし、ちょっとはいいじゃねえか。もうすっかり夏ね、外も暑くなってきたし。熱中症には気をつけるんだぜ。さて、さっきの敵さんまだ諦めてないわよ。ドラムガンとサクサク交換して、再び射的。景品はパンダのぬいぐるみかな。よし、ゲット。ま、ジップラインに乗ってる時は当たらなかったけどな。夏だけどドリフトボードに乗っていくよ。お、ラマさーん。やっほー。お、ここでのラマさんは嬉しいな。やあやあ、霊夢ちゃん。ちょうど資材が少なかったみたいだね。私がたっぷりあげるよ。それともう一つ、いいものをあげるよ。きっと、何かの役に立つと思うんだ。なんだろう、楽しみ。あ、もしかしてブッシュのこと？そうっぽいな。まあせっかくラマさんがくれたんだし、装着していこうぜ。何かの役に立つって言ってたしね。あ、この音は、ブルート。結構近くに落ちたみたいね。よし、私はドリフトボードあるから、取れるかもしれない。急いで向かうわよ。よし、ゲットできたわ。ナイスドリフトボードね。さて、実はロボット専用のエモートがあるんですよ。これ、かっこいいんだよね。で、これモザイクみたいになってる。やめろ、なんか変な感じになってるから。なるほど、ラマさんが言ってたブッシュが役に立つって、ロボットの大事な部分を守るためだったのね。いや、かっこ悪いよ、もっさりしすぎだろ。てかそこが気になりすぎて全然エモートに集中できないんだが。あ、ちなみに普通のエレクトロスイングもできるよ。大丈夫、股間は私がしっかり守っておくからね。いや、キモいキモい、なんかキモいって。しょうがないでしょ、操縦席がここなんだから。これ動かすの結構難しいのよ。さて、そろそろ資材でも集めますか。この小さな町を全部壊すわよ。モザイクがあ、思いっきりジャンプした拍子に取れちゃったな。やばいよ、こんな姿見せられないよ。いや別に見せれるから、それが普通だから。はい、資材完走しました。いや便利すぎだろ。な、君、こんな近くにロボットがいるのに、まさか気づいていなかったのか。どうやら、そうっぽいな。悪いけどロボットショットガンで結構食らわせたから、もう相当きついはずよ。で、あれ？他の敵に倒されちゃったのかもな。まあいいや、ストームスカウトだけもらってくわよ。あそこの丘の斜面に敵いるわ。ここはロボットじゃなくて、普通にスナイパーライフルで狙えるかも。ああ、もっとしっかり狙えばよかった。ヘッドは外してしまったな。検知しながら降りてきてるからもう当たらないわね。でも大丈夫、私には無傷のロボットがある。無傷なのは大きいよな、耐久値線だから。そう簡単には壊せないぜ。あ、てかそこの木陰にも敵いたわ。さっきの人かな、別の人かな。まあいいや、多分別の人でしょ。さっきの人はそこの建築が怪しい。はい、強い。建築にこもってる敵にはめっぽう強いよな。な、誰が私を攻撃するのは。そこか、ショットガンで反撃。あーっと、でも霊夢もダメージ食らってしまった。こうなったら一旦降りて近づくわよ。ロボットショットガンじゃなくても金のコンバットあるからね。お、白で80ダメージ入ったな。あと一発、ゴリ押しけんないよ。あーっと、しかし最後の一発が当たらない。くそー、しかも相手は黒リンクス。油断はできないわね。一旦回復よ。まあスキンと強さは基本関係ないんだけどな。でもなんとなく強そうとかはあるわよね。さて、回復もしたことだし、一旦ロボットのところに戻ろうかな。まだ耐久値ちょっとは残ってたと思うし、こもってたらミサイルで倒せるわ。よし、誰にも盗まれてないわね。
耐久値は、あと半分弱くらいか。それならまだまだ戦えるわ。さあ、暗い絶望のミサイルランチャー。おっと、抜け出してきた。しかし今度はショットガンが効いている。ここで一旦リロード入るけど。よし、もう一押しね。強い。やっぱり強いなこれ。そして金スカーゲット、これで武器は全部金ね。危ない危ない、なんとか食らわなかったけど。よくもやったな、後悔させてやるわ、このロボットでね。多分そこの石の建築に隠れてるんでしょう。あ、やっぱりいたな。ふふ、逃げられると思わないことね。おっとしかし、相手さんジャンプパッド。でもロボットだってジャンプできる。さあ、ジェット噴射だ。やあ、こんにちはおちびちゃん。一緒に遊びましょうよ。絶対遊びたくない。でも私も結構食らってしまったわ。一旦ロボットからは降りないと。最後の敵が飛んできたぞ。そうだ、いい作戦がある。最後ロボットの爆発に、相手を巻き込めばいいのよ。さあ、食らえー。普通に戦うべきだったな。なんか、相手にめっちゃいい演出を与えてしまったわ。でもめっちゃかっこよかったからよしとするか。やっぱりちょっと悔しいので、もう一試合乗せます。さて、残り6人、インベントリは、コンバットショットガン、スカー、ヘビスナ、近接センサーブレランにミニコだな。ほぼ理想的なインベントリね。スライダーなくなった分、武器4つ持っても大丈夫だわ。落下ダメージにはこれまで以上に注意しないといけないけどな。遠くから撃たれてるわね。ヘビ砂で反撃したいところだけど、リスクも高そう。あ、霊夢そういえば、また新しいスナイパーライフルが追加されるらしいぞ。ええー、マジで、私的には嬉しいんだけど、この前ストームスカウトが追加されたばかりよね。新武器が2連続追加って、確かに珍しいよな。嬉しいけど、SR が4種類になるから、ヘビ砂が消されないか心配だわ。確かに、もしそうなったら霊夢は泣くよな。さて、ここの丘をいち早く取らないとまずそうね。後ろから持ってる予感がする。差がないと。よし、ギリギリセーフ。簡単には登れまい。で、誰かにやられたようね。まあいいわ、それならコースウォー。デカ別の敵ってるぞ。くっそ、やられた。デカやばいって、ロボット持ってる音するって。うわあ、そこにも敵いるし、一気にパニック状態だな。ロボットが、ロボットが何よりヤバい。ああ、もうダメかも。いや、もしかしたら降りたのかもしれんぞ。ほんとだ、それは助かった。かといって上取られてるからきついんだけどね。とりあえず急いで次のアンチに入らないと。そろそろ攻撃機とどうですか今の第六感は。いやたまたまだろ。まとにかく、有利な位置を取れた気がする。私より上には、誰も登ってきてないよね。よし、ここで口天空だ。少しだけ画面酔いに気をつけてね。口天空って、グライダーなくなってんのに、結局戦い方一緒じゃねえか。いいのよ、バトロワは上を取れば強い。基本に忠実に戦ってるだけよ。さあ、下でじわじわ人数が減っていくのを、高みの見物といきましょうか。わ、登ってきてる。危ない。よし、なんとか気づけたわ。でもう一人、ラブーナも登ってきてるじゃないの。危な、ギリクラはなかったけど。うわあ、方向わかんなくなった。おい、落ち着け、左から普通に抜けれるぞ。あ、ほんとだ、と安心。で、また別の敵、今度はデミスキンね。ここでバトルが追っ始まるのか。いや、ショックウェーブグレネードだ。今のデッドにやられたようね。よし、これで一体行くよ。そして絶望の近接センサーブレラン。やったー、ビクロイ。ま、とりあえずよかったな。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートも、よければよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼しますね。また別の動画で会おうぜ。